まずはフォークローバー号での佐賀オータムスプリント優勝おめでとうございます。ありがとうございます。またレースを終えての感想お願いします。まあ去年に引き続きもうありがたいですね。本当すごい馬です。前に、有力馬を置いてのレースになったと思うんですけど、展開と振り返ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、山田徹先生からも馬主さんからもあえて指示っていうのがなかったんで、最初はそうですね、最近の先行力からすると 2,3 番手ぐらいにはいけるかなって思ってたんですけど、ゲート裏でちょっと 2,3 頭の馬が、前に行くような、指示を馬にされてたんで、ちょっとこれは控えようかなって思えたんで、作戦を変更することができました。おかげさまで。先ほど、クラトミキシンの方からありましたように昨年に続く連覇となりました。クラトミキシンにとっての、フォークローバーはどういった馬でしょうか。まあ去年も、まあ、同じことを言ったような気もしますけど、最初から山田徹厩舎に来た時からずっと乗せていただいて、まあ、2回目の重賞、すごいことです。もうありがたいしか言いませんね。最後にファンの皆様に一言お願いいたします。まあ、大変な時期も少し落ち着き加減ではありますが、騎手一同は、気を引き締めて、頑張っていこうと思ってます。これからも佐賀競馬場の応援よろしくお願いします。ありがとうございました。